ケビン・ジェフリー・プラウェッキーは、アメリカ合衆国入りの異州ヒンズデール出身のプロ野球選手。ウトウミギウ MLB のボストン・レッドソックス所属。愛称はプラウ。ニューヨーク・メッツ時代2012年の MLB ドラフト一巡滅違法で、ニューヨーク・メッツから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 ブルックリン・サイクロンズで、プロデビュー。61試合に出場して打率。 257本塁打、27打点を記録した。2013年は A 級サバンナ・サンドナッツと A 級セントルーシー・メッツでプレーし、2球団合計で125試合に出場して打率。305、8本塁打、80打点、1盗塁を記録した。二千十四年は A 級 ビンガムトン・メッツとトリプル A 級ラスベガス・フィフティワンズでプレーし2球団合計で101試合に出場して打率309、11本塁打、64打点を記録した7月にはオールスター・フューチャーズゲームに選出された2015年は開幕をトリプル A 級ラスベガスで迎えたが4月21日に正捕手のトラビス・ダーノーが故障者リスト入りしたため メジャー初昇格を果たした。同日のアトランタブレーブス戦にて、7番、保守で、先発出場し、4打数に安打だった。4月25日のニューヨークヤンキース戦では、CC サバシアから、メジャー初本塁打を放った。前述のダーノーの離脱があったため、インゴは、正捕資格に定着して73試合に出場。打率、219、3本塁打。 21打点という成績を記録した。2016年もダーノーの離脱があったため、出場機会を得られた。48試合に出場して打率。197、1本塁打、11打点を記録した。2018年は、自己最多の79試合に出場した。2019年1月6日にウォーカーロケット、サム・ハガーティとのトレードで、クリーブランド・インディアンスへ移籍した。 オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2020年1月2日に、ボストンレトソックスと90万ドルの単年契約を結んだ。守備はキャッチングが巧みで、リードの評価も高い。ありがとうございます。